コーナーです。お願いします。投稿おねかけポトということで、皆様からいただきましたお写真や動画をご紹介します。投稿おねかけポト、紹介された方には効果度500円分をプレゼントです。応募は月月のウェブサイトからお気軽にね、はい、どうぞ皆さんも投稿してください。さあ今日はね、先ほどほにかちゃん奈良行ってましたが、こちらも奈良でございます。池ちゃんさんありがとうございます、はい、奈良のアート2連発ということで、奈良国立博物館で、藤田美術館展を見てきました。9つの国宝を堪能しましたよ、いいですね。さらに奈良県立美術館で版画展を見てきました、はい、こちらの外国人の方がいっぱい奈良を堪能しましたということで、ね、美術館版画やのにはしごなんですね、外国の方が、こちらを見てらっしゃるということで、いいですね。じゃ池ちゃんさんにも500円分のコーカードを差し上げます、はい、おめでとうございます。さあ皆さんから写真動画もまだまだ募集しております、はい、今出てますこの QR コードを読み取っていただいても結構ですし、うん、月月のウェブサイトからでもご応募ができます、はい、番組で採用された方にはコーカード500円分プレゼントとなってますからね、ぜひ皆さん、投稿の方よろしくお願いいたします。お待ちしています。さあそしてもちろんこちらにも参加をいただきたいということで、はい、今週はいいよひかりチャンネル感謝祭、そうです、はい、出ました今ね、大感謝祭でおります。これだけちゃうからね、もっといろいろあるから、ね、はい、そうなんですよ、豪華プレゼントが当たりますんでね、こちらぜひともこちらの QR コードを読み取っていただくか、こちらいよひかりチャンネルのウェブサイトからですね、ご希望の商品を選んでアンケートに答えていただくと、抽選のこれらの豪華商品をプレゼントとなっておりますから、はい、アンケート答えるだけで無料でもらえると、うん、そうです、ラッキーやなー。ぜひともこのいよひかりチャンネル大感謝祭、はい、参加の方よろしくお願いいたします。お願いいたします。もうこんなね、うん、やっぱりあのいろんなプレゼントを皆さんにと思うのは、日頃から応援してくれているその思いをですね、形にしようということなんで、引き続きこれからも月金をよろしくお願いいたします。さあ次回の月金は月曜日、カープとユウさんの登場です。そしてこの後は天気予報ですけども、明日もかなり冷え込むみたいですね。天気も崩れそうです。はい。急にもう少し後で行ってほしいなと思っております、うん、それではまた来週金曜日にお目にかかりましょう。それでは良い週末を、バイバイ。感謝祭。